本日の好材料銘柄を紹介します。鉄拳建設の材料は年間配当金が前期比で20円増配、配当利回りも 3.9% に。日本ギア工業の材料は業績予想を大幅上方修正、24年3月期営業利益は前期比 2.2 倍まで予想を上げました。プロジェクト HD の材料は株主優待制度新設を発表。なんと銀行の材料は業績配当予想の上方修正を発表し、純利益が前期比 2.5 倍水準に引き上げ。雪国舞茸の材料は営業利益が従来予想より大幅アップ、前期比 34.9% 増を見込み、配当金増配も可能性に。クロスキャットの材料は AI ソリューションへの注力と営業 6% 増益見通し、そして年間配当の増額が好材料となりました。北洋銀行の材料は株主優待制度の導入を発表、1年以上株式を保有する株主を対象に優待品を贈呈。メルコ HD の材料は純利益を12億円から23億円へ引き上げ、関係会社株式売却益を計上。万水電機の材料は24年3月期の期末配当予想を50円に設定、年間配当予想は85円と前期比で増配予定。積水ハウスリート投資法人の材料は経常利益を 39.6% 下方修正し、分配金を増額修正しました。